はじめまして。呪怨でしたっけ？ごめんなさい。映画見てないです。なんか知ってはいるんですけど、怖そうで。ごめんなさい。パワーってそんな。私は自分の歌をみんなに届けたいだけなんで。あ、かよこさんもよかったら歌ってくれませんか？そんな歌じゃないし。そもそもかやこさん本家オリジナルじゃないですよね。なんか白いからわかんないけど。ごめんなさい。それって言っちゃダメなんですか？同じ清水監督でも、私の映画「みんなの歌」は新しいっていうか、これから公開される新作なんで、呪怨って見たことないけど、もう20年以上昔の映画ですよね。私まだ生まれてもないですし。私って死んでるんですか？30年前。そっか。じゃあ30年前に15歳ってことだから、まだ今生きてたら、かよこさんと同い年くらいってことですよね。そっか。めっちゃマウント取ってくるな、このおばさん。先輩、これよかったら聴いてください。私の作った曲です。だからそんな曲じゃないんだけど。何ですか？ああ、息子さんの。いいんですか？としおくんでしたっけ？ものすごく色白の男の子。ジオン見てないんですけど。知ってます。私の弟も同じ名前なんで。そうですね。清水監督って名前つけるの案外いい加減っていうか適当ですよね。まあ弟の俊夫は。私がちゃったんですけどね。映画「みんなの歌」よかったら見てください。おばすかやこさんも舞台版ジオン・ザ・ライブ頑張ってください。私も見に行きます。まあ行けたらだけど。